やばい、気をつけないとはいけない。取れちゃうかな。もっと濃かったええー、早っ早くねそういうもんなんですかそんな感じなんだ。こんばんはー。いい感じに抜けてる。ほんとまあ、最悪あさってまで持てばいいかなって思ってるんですけど、最悪ね。 え地毛って抜けるんですかねどうなんだろうこんばんは抜けるんですかこんばんはこれが色落ちってや,やった香り香り人生初の色落ち <laughs> 生誕祭生誕祭どうしよう本当に迷っちゃううーんどうしようかなこんばんはボンドで、ね かおりちゃん頑張ってるね <laughs>。涙が出る。なんで <laughs> 全然だよ。ピンクっぽく見える。ほんと人生初の色調メょめたありがとう。自然な色合いになってきた。ほんとエクステいい感じ。やったちょうどいい色合いになってる。ほんとですかなんかここすごいさお風呂上がりになるとエクステのところだけめっちゃうねうねすんの。もうウェーブ巻きかってくらいウェーブ巻きみたいになっちゃうんだよ。 そうだからエクステをアイロンにしないとうねうねしちゃうんですよこんばんは取れないか心配うちも取らんように頑張る生誕ネイルまだ決まってないまだ決まってないなぁ決まってなーいこんばんこんばんは 生誕の日仕事休めなかった残念ええー、そうなの、えー、こんばんは <laughs> ネイルね取ったんですよちょっともう昨日剥がれちゃって親指がそれで親指取れちゃったからもう全部取っちゃいました何もしてませんあでさなんかずっとさ前にさゲットしてまだ使ってないのがあってなんかまっと マットコートっていうのがあってどれだっけあれこれじゃないなんかマットってさこれ見てマットになるんだってネイルがえどういう意味って思ってよく分かんなくてずまだ使ってないんですよねなんかどういうことなんですかねこんばんは そうか、艶がなくなるってことそうなんか生誕祭仕事だからいけないああそうだよねだって平日ですもんね超ごめんだからさ思ったけど土日に生誕祭できるのって結構ラッキーだったんだね私前回土日だったからラッキーだったかも艶がなくなるねマットネイルってあるじゃないですか多分それになるんですけどほんとかな <laughs> 本当かな昨日のくらでつけ爪飛んでこないような <laughs> 飛んでかなかった <laughs> もっとうだえちょっとい,いさあのさ親指だけ塗ってみたらだめ今ちょっと試してみたいどうなるのかやってみたいんだけどちょっと全部やったら悪いからちょっと一個だけやってみたい親指だけやってみたいどうなるんだ じゃあちょっとせっかくなんでせっかくだからあーでもねグレーえや何色にしようグレーもいいねグレーグレーもよくないですかいやピンク紫にするちょっと紫にしてみようほんじゃあちょっと1回やってみる親指だけこんばんはーこんばんはーちょっと紫せっかくなんで。 髪色ピンクだけど紫になっちゃったからもう紫ってことで紫式部じゃんこんばんははい井戸めっちゃ持ってる全部100均だからさなんか100均だからいいやって思って買っちゃうんだよね <laughs> でも結構使い切ってるよ順調にこの前白いネイル使い切ったし結構。 使い切ってこのこれから塗る紫ももうすぐなくなりそうなの結構ちゃんと使ってるけど大丈夫100均あるある私マジで100均が大好きなんですよねこんばんはコレクターそうネイルさいっぱい並んでるのめっちゃ可愛くない <laughs> いっぱい並んでるのが好きこんばんはコレクターしちゃいました今乾かし中こんばんは 使い切るのすごいやった <laughs> 一番使い切ってるのは紛れもなくこのトップコートこれ絶対さどのネイルにも使うから全部もうさもう5本目くらいの気ーするこんばんはあ本当だテロップ入ってないなんでなんででしょうかえいこれでどうだいった出てるあっ出た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 はいこれで次は紫を。 塗ってみましょうでもこれはあっ「悠久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 」とれたとありがとうこんばんはみんな当たってほしいな応募者全員サービスにしてほしいテロップのおいで好きほんとおいでちょっとじゃあ紫を塗ってマットになるのでしょうかてかこれマットこれ自体マットてかさ どんなやつに塗ってもいいのかななんかよくわかんないで買ったやつなんだよねこれそれでよくわかんないからずっとよくわかんないままで放置してたんだよどうやって使えばいいのかがわからないまま放置してたんですよずっとじゃん紫こんばんはこれでちょっとやってみますね初の初めて初めての初めての そそうそうコミックコミックコミックチャオであったんで応募者全員サービスっていうのがみんな応募した人は全員当たりますよっていうのがあったんだけどちょっと乾かすこれだけ試しにね親指だけそう初めての <laughs> 初めてだこんばんは東北弁なのこれそうなんだ初めてトータルカラーコーディネートイエイ <laughs> ちゃん紫好きないやそんなことないんですよなんか勝手に髪が紫になっちゃったんですよ <laughs> ピンクの予定だったんですよ私はそうこんばんはこんばんはでもね染めるの難しいらしくてエクステをエクステだけじゃないのか分かんないけどチャオフェス行ったことないこんばんは フェス痛みんな11時ってもう寝てるって思ったけど起きててよかったよしじゃこれでトップコートじゃなくてこれを塗るってことだよねそういうことだよねベースジェルカラージェルを塗って硬化した後均一にあやっぱこれだこれをちょっと塗ってみようえどうなるんだろうまずこれが塗る前あもうわかんないかなこれが塗る前で塗ってみますマットコートえなんか 臭っ <laughs> 臭いこれめっちゃなんか変な匂いするやけどえこれで本当になるのマットに本当にまだ今んとこなってないけど熱っこれめっちゃ熱いこのマットコート塗ったら熱い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 でもこういう風な熱さなんだよいつもこんばんはさっき眠かったけど 配信始まった目覚めたありがとう、こんばん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。こんばんは <laughs> 指ケける、大丈夫。どんな匂いなんか、嗅いだことない匂い。うい。そう、熱いの。こうやって当ててるんだ、ライト。まだ見てない。本当にマットになるのかな。こんばんは。あと、ニスとか好き、ニス。昔、なんでもかんでもニス塗りたがってた。 お父さんにミス塗ってって頼む。おおマットになってる。えー、待ってすごいすごい見て。えわかる？マットになってる。え本当になってる。えマットになってる。えちょっとちあわかる？み見,見にくい。マットになってない？えすごっ メントスのぶどうみたいになってる。えっ。かわい,い。<laughs> えっ。かわい,い。えっ。すごい。昨日の声ありがとうありがとう。ピンと合わないよそ。えっすごいですね。えー。すごい。えどうなんだろうこれ。 マットネイル…えぇ、ー…マットだわこりゃえ、すごえ、マットやな <laughs> 新境地え、どうするますかえ、フェスの時さこのマットかそれかでも透明でこの昨日公演の時にしてたみたいなネイルにするか迷うな でもこっちのが着替えやすいしこれにしようかなマットでパーツつけるとパーツが目立つ <laughs> 確かになんだろうでも紫やったとしたら何だろうねパーツえー、どれだろうえー、でも何でも合いそうだよね何でもいけそうえー、どうしようなんか迷っちゃうなんか例えばですけど こういういさリボンとかなんか可愛いけどえー、ちょっとやだ迷うどうしようわやんなきゃよかった迷っちゃうじゃん最初はさこれじゃなくてあの私もめっちゃ欲しいほんまにめっちゃ似合うあのさ最初はさ透明にキラキラのピンクとかのデコとかつきようと思ってたんだけど なんかこれ見るとさこれも悪くない気がしてきたかわいいかもねっ意外といけそうだねこれえこれにしようかなツヤとマットで半分にするあそれもいい他の色もあるうん色はうちの持ってる色に全部これを最後に塗れば全部マットになるってことらしいぶどうぶどうえぶどうのパーツある気がするメイクさんにもらったやつでぶどう うどんはないかでもフルーツあるんですよいちごとかさうどんはないけどいちごとかやったらある前さフルーツネイルしたときこれこれいちごやけどえーすごええー、こんばんは今日ネイル配信じゃないのにめちゃくちゃネイルのことアボカドやだよ使わないよ <laughs> アボカドもう一生使いません これは絶対これはマジで嫌ですよこんな指アボカドなんてつけたくない <laughs> アボカドに失礼こんばんはお疲れ様ですお疲れ様です初見ありがとうアボカドは一生使いませんこれは書けますもういやいやこんなの絶対無理ですこれもなかなかに嫌だけどはっ昨日公園で初めて会いました楽しかったよありがとうえありがとうございます嬉しい ありがとうございました嬉しいなアボカドはちょっと無理です <laughs> こんばんはアボカドじゃねえしアボカドだしうちの好きなパーツこれだよこのニコちゃんこれ可愛くないお花のニコちゃんのやつこれめっちゃ好きなのこれ大好きですあ1380日おめでとうありがとう ねどうしようフェスの時さマットのこのさこれにするかさ昨日みたいなさツヤツヤ昨日みたいなさあ分かったうちの取れ,取れたやつがあるんですけどこう,こういうさこっちのこっち系どっちにしようえ迷うなでも衣装が分かんなくてさまだこっちのツヤツヤキラキラ系あーこれも可愛かったんだよなほらくまさんつけたんだよ こんばんは。こんばんは。どうしよう。うん、でもマットもいいな。でもやはり十番の方が可愛いのだろうか。お星集めから帰ってありがとう。キラキラも可愛い。悩みどころやの、本当それ。どうしよう。うわ、うわ、このタイミングでマットをつけたらバカだったわ。<laughs> チアチアのがアイドルっぽさある確かにこれは休日って感じだよね確かにえー、どうしようかなでもこれも可愛いなうわあああうわあ <laughs> どうするどうするシロシドかね迷ってるの楽しい メントスとエクステの色合うありがとうう <laughs>、えー、んーまたズンちゃんとゲーム対決しまーす <laughs> ワントーンかおりちゃん <laughs> 紫持ってる持ってるん紫って何なんの,るのこれ これだけあるんですけどこれはなんかなんかねセリアさんとセリアさんとダイソーさんのネイルってちょっと違っててなんかダイソーさんは割とちゃんと色が出ててセリアさんはちょっと透明感があるんですよそこが違ってでこの私の持ってる紫はセリアさんのなので透明感っぽくはない感じなんですけどどっちも好きなんだよね。夕食 遅れていただきましたあ良かったですお腹空すいたでしょめっちゃお腹空いてきたえ聞いてください今日さもうお腹空きすぎてやばいんですよでもでもでも6時以降は食べないとか言ったんですけど食べちゃったんですよね <laughs> 6時以降食べちゃったんですよ違うんですもう食べたかったんですよそう何食べたかというとバナナヨーグルトです <laughs> こんばんは。違うの。絶対これ、これ食べないと私は夜お腹空くなって思ったから食べちゃった。チョコではないよ。でもチョコじゃないから。チョコではないやがら。<laughs> チョコじゃないからいいですかね。めっちゃおいしいんですよ。その私の大好きなパルテノパルテノの,のヨーグルトなんですけど、超おいしいんですよ。パルテノにバナナ入れたらめっちゃ好きなの。 かおりちゃんが韓国旅行行ったら何何安いマニッキュは大量に買うすごい偏見 <laughs> いやでも間違ってないと思いますね行ったことない韓国とか韓国とかっていうか韓国以外もそんな行ったことないのアメリカあグアムしか行ったことないです私か <laughs> おりの偏見 <laughs> そう 空腹だと眠れなるから食べた方が良い,いありがとう <laughs> なんだかんだ理由付きで食べちゃう顔じゃだって美味しいんだもんこんばんはこんばんは海外行ったことありますか皆さん私ないですよ海入ったグアムの海ってずっと浅いんだよあわかんないあそこだっけ遠浅なんて言うんだっけなんか ずっと浅くてうち深くなるのを期待してどんどん進んだんだけど一生深くならなくて笑った「<laughs> あれこれずっと浅いじゃん」とか言って浮き輪とかいらないぐらいめっちゃ浅い「こんばんは下場の紫芋飲んだ」ま、だいや昨日さ公園帰りに飲んでもよかったかなって後から思ったんだけど 飲んじゃおうかな。いや、やめようかな。飲んじゃおうかな。やめちゃおうかな。飲んじゃおうかな。飲んじゃおうちゃうな。やめちゃおうちゃうな。<laughs> って思ってる、ずっと。だってさ、二十六日にな。ほうほう。ほう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  <laughs> でも。 味想像つけばいい予想うついたって後悔するおいしいでも私私結局飲んでも飲まなくても後悔するんですよどっちにしろどっちにしろ後悔するんですよねこんばんはああ飲んじゃったとああ飲めなかったってどっちも後悔するんだけどどうしたらいいですか <laughs> え売り切れなんですかええー じゃあ田舎のスタバに行もういっそのこと全部売り切れてしまえっていう気持ちです私はそしたら諦めつくんで「<laughs> 全部売り切れてしまえもういい全部売り切れてしまえ <laughs> そしたら私は迷わなくて済むのじゃ売り切れろ売り切れろ」れろっていう気持ちと「そんなこと言わないで早く行かないと売り切れちゃうよ」っていう天使がいます <laughs> えー 友達がラスト1杯だったすごっ天使可愛いでしょ天使の声めっちゃ可愛いの天使ダメだよ早く行かないとフラペチーノ飲めないよっていう可愛いたやつへえ売り切れる売り切れる <laughs> あっユウさんお誕生日おめでとうございますハピーバーセー、U、さびます 素敵な一年になりますように、おめでとうございます。アッピアステイ。人間諦めの渾然、そんなー。<laughs> おめでとう。タマちゃん。まるちゃん。<laughs> 確かにタマちゃんだ。まるちゃん、フラペチーノ。買わないと、飲めなくなっちゃうよ。まるちゃん、それでいいの?。 まるちゃん <laughs> まるちゃんって私のことかな顔がまるちゃん <laughs> あははあ売り切れちゃうぞさくら飲まないと売り切れちゃうじゃケ <laughs> 僕はフラッペチーノなんて興味ないさ <laughs> フフフ君フフ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 なフフフ 僕はフラペチーノなんていらないんだからさ。<laughs> 僕は飲んだじゃん。マ <laughs> ルちゃん、どうするのサクラさん。<laughs> これ誰今の誰さくら、飲んじゃえよ。俺らも飲んだぞ。なすぎやば。<laughs> これに関しては1ミリも似てない。<laughs> 大野くんてな。<laughs> 何人いるのズばり <laughs> フラペチーノ <laughs> 主人公できない花輪君 e y ベイビーフラペチーノなんてやばぱいなん <laughs> 花輪君なんてやったことないけん <laughs> ブー太郎ブー <laughs> <laughs> マルコのお母さん難しい花輪んの黒クオリティ低いだって <laughs> Hey b イビーちょっと似てない Hey b イビーわかるこのちょっと鼻にかかった感じに似てるでしょさくらさん <laughs> 絶妙に似てるヒロシはっ なんだそのヘラペチーノってるわ <laughs>。かめやっぱ違うアニメ出てきた。お兄ちゃんわ、お兄ちゃん。<laughs> 雰囲気つかめてるよかった。マルコフラペチーノを飲む。のまき。こんばんは。後半へ続く。目つむってきた似てる <laughs> やっほーヤッホー。えー、どうしよう、紫いもはらぶちん。飲みたいけど、飲め。ドラミちゃんだった、今。お兄ちゃんお兄ちゃんなんだよ、ドラミ。<laughs> <laughs> なんでドラえもんまちゃ。また伸びたふうにやられちじゃない。えー、伸びたの泣き声。え <laughs> ー、またジャイアンに。え <laughs> できそうでできなくてもどかしいです悔しいですすごくのび太の鳴き声できそうでできなくて悔しいですああどれでマどかるこんな感じじゃないのに泣き方のびちゃんの泣き方5点やばい低いやなめっちゃ低いじゃんえできてる連合さんっぽい確かに。 似似ててるるっちゃ似てるかもしれないねそんなことよりゆふいの温泉に行こうそんなこと言わないでさねえいいじゃないのあ美みちゃんと出会って人生が変わったんだよだからさいいじゃないの <laughs> あにゃ アーネを知ると世界が平和 <laughs> アーネはピーナッツも好き <laughs> アーネは見たことないそれしか知らない TikTok で知りましたあピーナッツが好きだっけピーナッツがピーナッツが好きかやばいやばいピーナッツのにしたらなんかいろいろ好きになっちゃった <laughs> アーネは何でも好きじゃん すずはちゃんのものまね意外とむずいんですよね意外と難しくてそ,そのキャラでいこう私ものまねキャラですか似てないものまねキャラ今日の配信やばいそう私定期的にものまね配信しちゃうんですよね似てもないのに。 <laughs> あーにゃあ、あにゃ、何よ、カかおりだよ。カオかおにゃ、かおにゃ <laughs> とか言ってなんか V1 個顔してみて。大きに。そう、特徴をつかめたら、あれなんですけどもね、難しいんですよね。本当にごめんなさい。話しながら、こうやって、話しながら私は、 マットかどうしようかって悩んでるの本当に最悪だよねもう浮気だよねこれは一種の三 <laughs> 度目の大丸おおいいですね三度目の大丸うちも行きたい <laughs> え待ってどうしようだってさこれにはキラキラ系あんま似合わないでしょでもなんか初めてマット買ったしちょっとや,やってみた キヨ聖徳太子の妄想版さつもフラペチーノ美味しかったえっいいなえそれは何紫いもとまた別のやつ話しながらネイルがのりにあげてどうしようなんかピンクしたから白とか白い透明になんかキラキラとかつけるのもいいなって思ってるんですよ こんばんは。えー、オレゼンジのオレンジありがとう。もう気持ちもう被ったとしてもね気持ちが嬉しいよありがとう。かぶってもあれだから一緒だからあの誰がくれたの？誰がくれたこっち誰誰がくださったこっちっていう感じで被ってもいいあの、ね、別のものなんで。こんばんは。バイエルのキラキラそうだよね。あじゃあ生誕祭でマットにしようかな。 うち多分もう生誕祭まで公園ないですよねいや多分というか絶対にないですよねとなるとドナルド,ド,ナルドシンプルなのもいいかもそうなんですよねすいませんこの話ばっかりして <laughs> みんな絶対ネイルとか興味ないのにさあのさ付き合ってくれて本当に優しいありがとうだってうちこれさ例えばお兄ちゃんとかだったら知らんで終わるよでもみんなさこれもいいんじゃないとか言ってくれてさほんまに優しいです 家族やったら知らんって言われるもん知らんってフェスはハロウィンポねこれはどうですかこれこれは透明なんですけど一瞬アヒルいた嘘どこにいたよいしょあれ開かないふっ開かない開きまへんドナルドの件って何え待ってドナルドの件って何ですかえな何何何私ドナルドって言った 分かんない。何何ドナルドって何？さっき言った？えどこで？えマジで分かんない。え何もう一人の私？何がドナルドって言ったの？ドナルドの毛って何？ドナルド何？セーターもネイル変えるの。うん。なんかうちの自分でしてるから全然長持ちしないからしょっちゅう変えないとダメなんですよ。 えとなるとドナルドって言ったえ怖っむ無意識ねえね怖い怖いとなるとドナルドって言ったのこれじゃあ二重人格ねやだやだ違う違う違う多重人格ですいやそれも違う違う違う一人人格です一重人格です <laughs> 無意識でダジャレでしたのやばいねかなりやばいねねえねえこれさどうこれ これ透明なんですけどなんかこのさ透明でキラキラしてるやつにあ、はいあ、はい <laughs> ねえねえ透明でキラキラしてるやつに透明のキラキラのやつにあのそのこういうラメンのせるのも良い色がついた方がいいかなこういうこのこういうさ色ついてないとやだ アボカドえマットがいいかな透明のキラキラについてどう思いますか <laughs> みんなに聞くちなみに昨日はピンクだったのなんかピンクとかのがはっきりしてるけど透明ってはっきりしてないじゃないですかでも飾りはついてるから可愛いいかなって思ったんですよどうなんですかねそこのところどう思いますか 飾りの色はピンクとか青とかです <laughs> 知らんかなお願いいならキラキラシックならマット透明よりは色ある方がいいそうなんですよねそれもめっちゃわかるでも透明のも一回やってみたいんだよねはあお腹すいた <laughs> 関係ないえー、透明にしようかなじゃあ、えー、どうしよう 衣装はなんかわかるんですけどわかるけどわかんないみたいなとこなんですよ透明でも嫌いじゃないですかやっぱり透明にしたくなってきたマットはまた今度やろっかなマット今度やろっかな <laughs> マットはマット今度やりましょうこれはじゃああじゃあフェス終わった平日にこれやろうでも爪にも呼吸しさせないといけないのか呼吸の時間がいる飾りあるなら透明でもかわいいと 透明にしちゃおうかなじゃあ。透 <laughs> 明にします。透明にします。こんばんは。ダジャルダジャルなんて言っちゃないでしょ。透明なエクステああ違う。ネイルネイル,ネイルネイルの話ごめん、ね。もうネイルの話はやめよう。ごめんね。本当にもう。絶対さ、もうこんなのさ、興味ないですよね。ありがとう。ごめんね。だって私だったら、例えばだけど、例えばお兄ちゃんとかに。 例えば兄とかに、お兄ちゃんっていうのやめよう。兄とかって言った方が大人っぽい。兄にですね、父兄父兄は親か。兄とかに、例えば、兄 <laughs> 兄兄とかに、な、ね、あ、かおちゃん、こっちのゲームか、こっちのゲーム、どっちがいいと思うとって書いても、わかんないよって言っちゃうと思うな。 だけどみんなはさ「透明とマットどっちがいいですかね?」とか言ったらみんなは「ああでも何とかだよ」とか言って優しいな <laughs> 数分後にまた悩みそうやばいやばいやばい飾りつけるならもう飾り考える脳がなくなってきたんでこの前のと同じ同じ飾りつけちゃおうかなって思ったらネイルの情報助かるから話してえー、優しいよこんばんは 最終的に決めるのはかおちゃんそうだよねかおちゃんって呼ばれてるんうん兄から相談されることないです基本今は一緒に住んでないからないし住んでたちっちゃい時とかもなかったですね特に相談されたことないかも真面目な話とかしたことない私家族と真面目な話したこと一回もないんですけどえこまんばんはほんとにないですほんとにない お兄ちゃんいるの,いいの本当にえみんな家族で真面目な話とかしますかでも私結構そのマネージャーさんとかスタッフさんとかメンバーとかともそんな真面目な話したことないかもあんまりないかもしれない何で真面目な話 AKB 受ける時も真面目ではないかも真面目っていうか何ていうの真面目に話してはないかもなんか真面目って感じではなかったかも 不真面目ではないけどなんか真面目の話したこと真面目ってなんだろう真面目ちゃん、はじめちゃんえでもいい、そういうのできるさ兄弟とかいいよな、うち何話してんだお兄ちゃんと何話してるって言われたらわからないね <laughs> カフ 家族会議もなんなかったんですよ初めに話したことないかあるのかなそう、親も多分受かると思ってなかったから思ってなかったからかもしれないさすがにさすがに兄 <laughs> と二人で出かけたことあるよこいちゃん明るいから自然と重たい雰囲気にならないかそうなのかなほんまに あ、年離れてるからかそういうことかなんかこんこんこんうんはふ子アナゴさんの年齢について家族でも <laughs> 面白いこんばんはなんだろうねなんなんだろうかこ <laughs> んばんこんばんは。 んままですかねそんなしないのかなんかそういう話をするのが苦手かもしれない私意外と真面目な話とか苦手かもしれないなんか丸顔って真剣モードになりにくいあそれだそれだあそれだ <laughs> それだえ、ちゃんやあっそ全然あいいいのか進路相談あでも数学とかは真面目に聞いたことはあるけど 今度、かおりしに真面目な、あ、でもお話し会は結構真面目なこととか話したりするかも。真面目な、でも真面目な話苦手なのかな。こんばんは。あはは、私のから家族で話聞けるの真面目。家族みんな丸顔なのか。うん、丸顔。兄弟三3人でご飯行ったことあるあるある。 <laughs> この前行こうとしたらお父さんついてきた <laughs> えなんかお母さんが前ね全員帰省のタイミングが一緒だったのそれで母さんが「3人で焼肉でも行ってこられ」って「行くか」とかお父さんが「わしも行く」とか言って <laughs> ついてきたんですよ<笑><笑>こんばんは <laughs>「わしも行く」とか言ってわしも来たんですよ <laughs> だから4人で行きましたよ <laughs> となると母さんも行けばって話じゃないですかうんいい母さんは家でじいちゃんばあちゃんとご飯するからとか言ってコンクてそう父さんと行きましたよ楽しかったですそうそうそう父さんは結構ねわしも行くっていつもついてくる派ですね結構そう <laughs> そうあ分かる真面目な足恥ずかしくなるそ分かるその気持ち分かる分かる 父わしっ,って言うんですよ岡山だからかなそれともお父さん世代の人はわしって言うのかなどうなんだろうねかんないけど <laughs> 面白い印象しかないお父さんほんとうちのお父さんめっちゃ面白いよだってさなんかさ <laughs> 町内会ののど自慢出てたもん <laughs> 知らないうちにそう運転はお父さんですあお兄ちゃんだっけどっちがしてたっけ でも誰かがお酒を飲むから誰かが飲まないようにしないといけないから誰だなんか誰だ運転は覚えてないけど私は絶対にしません <laughs> うち怖いから乗りたくないあ岡山ウインカー出さない人多いって有名だよねそれ一応うちら出しとるけどね出さない人もいるのかもそう パパ歌歌う前え父さんんマジでで上手なんですよ私は上手くないけどお父さんは上手でそれでお父さんは <laughs> お箱が「千の風になって」ですマジでいつも歌ってる「千の風になって <laughs>」ってずっと聞こえてくるんですよ酔っ払ったらいつも歌ってる「こんばんは」なんかアレンジして歌ってる かおりん成長しカオリはどんな時に運転してたのえ教習所の時 <laughs> 教習所出てからマジでしてないです怖といですもんとりあえず取ったみたいな感じよく受かったなって感じこんばんは <laughs> 怖いんであの乗りません怖いですそうそうそう <laughs> もっとハッピーな歌確かにあと「大好き」って歌が好きになっちゃって父さんうちが公園手綱してる時に大好き好きになって歌ってた「大好きなの」ってずっと歌ってたんですよ帰省したらめっちゃ面白かったうちがお風呂上がったらそれを歌ってた時ある「あなたのこと <laughs> なんで知ってんの?」って言ったら「見たんじゃ」俺 <laughs> はええ曲じゃろう」とか言ってましたよ <laughs>。よく知ったなって。 振りを教えてくれって言って振りはね教えないダンスを教えてくれってってめっちゃ面白いそう私経由で知ったらしいのか知らんけどそう <laughs> お父さんかわいすぎてお父さんに教えそう,うなんでダメダメダメ <laughs> そうこんばんは乙女乙女 お父ちゃんじゃなくて乙女ちゃん <laughs> またギャグ言っちゃったお父さんの生誕祭いつですか <laughs> 開催しませんうちなんか悪いはないんですけど家族の誕生日子供たちの誕生日以外ケーキ食べない家なんですよ <laughs> 子供の時だけなんですよケーキすんのえそれってうちだけなんですか昔からそうだったんで そういうもんだと思ってたんですけどなんか YouTube とか見てたら結構お母さんお父さんの誕生日をお祝いしてる家が結構あってあそうなんだとうちは全然子供しかしてなかったんですよそうあ我が家も本当え偉いみんなやるお父さん誕生日プレゼントをけるうん家族公園来たことない なんか家族は東京のイベントには来たことなくて私たちが岡山で一回イベントがあった時に初めて見に来てくれましたそうこんばんこんばんはなんかその時にその時はそう競艇場のイベントがあってさやちゃんとこみさんとトムさんとマチャリンとユカルンさん そうかな私の6人ってあってそれの時に来てくれよ初めて初めて来てくれましたそうそうそう生誕祭予防えそう生誕祭とかも見てほしいんですけどでも見てほしいけどなんかその分ファンの人に来てほしいなって思っちゃうんですよね だって家族は何だろう普通になんか家とかで会えるじゃないですかでも応援してくれる人って家とかで会えないからそういう数枠でも奪っちゃうのかなみたいな「そんなことないんですか?」「席が増えればいいんですけどその分」そういうわけじゃないから多分ちょっとんえでも見てほしい気もするけどまあんでもいつでも会えるしみたいな感じそうそうそう。 それでも会えるからしかもなんか最悪さ DVD とかもらったらいいしみたいな思ってそう関係者席って何そんなのあるのあるんですか <laughs> 6年目で知らないのやばいこんばんこんばんはえ関係者席ってでもでもいつもみんな座ってえあれ全員関係者なんですかいつも関係者席に行ってる人って関係者さんなんですか えそうなのえでも減るくないでもどっちにしろ減るくないですかこん,ばんこんばんはーえー、でも公園とか見てほしいですよね1回くらい私1回も来てもらったことないんで、うんうん、うんあ関係者がいたらそうなるあそういうことかえー、でもなーえー、迷う。 え、てかまず来てくれない気がする遠いからこんばんこんばんいやでも遠いとか言ってもでもそいやそんなことないかわかんないまあいいやしかも恥ずかしいじゃないですか私参観日とかも来てくれるの恥ずかしかったんで嫌や,やった恥ずかしいですもんだって知り合いが見てると恥ずかしくないですか私はここにいますありがとう <laughs> 緊張しちゃう例えばさお友達とかが来てくれたとしても私いつだっけな鉄なだったっけいつかの生誕祭に友達が来てくれたことがあってめっちゃ嬉しかったけどめっちゃ緊張したそう武道館もね呼んでな私コンサートとか呼んだことないあの呼ん,だ呼んでないってわけじゃないんだけどと来ないからいいかお兄ちゃんとかも見,見たいとか言わないうちの家族誰も興味ないで。 PM <laughs> その岡山のは岡山の地元だったから来てくれたっていうのもあるけどそうそうなのそうなのうん友達自分で当ててきてくれた私その関係者席頼んだことないから一回もそうだから自分で当ててきて。 おい子ちゃんが大きくなったらみたいえかわいいそれはかわいすぎるな <laughs> でも私も面白いことがあって <laughs> これはもう一生根に持つんですけど根に持ってはないですけどあのなんか <laughs> 聞いてくださいよあのわた私私が入ってすぐの時2016年の12月ですね加入してまっすぐくらいですよでなんか えっと、いとこのいとこの子供がまが、あ、ちっちゃかったんですけどあ、なんかまだそのちゃんと会ってなくてで会ってみたいみたいなの言ってくれて合格してすぐだよ合格してすぐってことを忘れないでまっ、あ、すぐじゃなくてもそんなことないけどそれでそれでねそれで会ってみたいって言ってくれてなんか駐車場で一瞬だけ会ったの <laughs> そしたらねで初から聞いたんですけどその。 要は私のいとこの子供だからそのいとこにねあのねその後会った後に「そうでもなかったね」って言ったんですよひどくないですかこんなの泣きますよひどいでしょもうめっちゃ面白いじゃないですか何う何会わなきゃ分かったって思って <laughs> めっちゃ面白いもう私はだからいやそそこまで可愛くないやんみたいな。 めっちゃ面白いですよねいや子供なんで悪気はないです本心なんでそう何がそうでもえ顔ですよ <laughs> 絶対顔ですよそう根に持ってます <laughs> めっちゃおもろいでも私本当にこれはもうあの私本当に昔からねよく言われるのは雰囲気が可愛いねって <laughs> めっちゃ大きい声出したごめんなさいそうだからわながち間違ってない <laughs> 雰囲気可愛いってよく言われるんですよそうだから私雰囲気が雰囲気で合格しました AKB に <laughs> そう <laughs> 詳細も可愛い優しいそれが面白かった話ね「<laughs> 丸川は正義ありがとう」 爆笑,笑やればできると雰囲気可わいよでしょあそうなんやればできるその子はもう大きくなったのかなうん今ね何歳かな小 6? 中ん？計算ができない小6か中1ではないのか小でも十何歳だと思うたぶん会ってないです最近でもいつも 私の服のお下がりは全部その子にあげてるそうえ、すごいサイズ意外とね入るんだってなんか大きめなのかな身長そう <laughs> いつもその子にあげてます <laughs> もう一回やって感想聞こう今私はメイク覚えたんでちょっとは垢抜けてたら嬉しいです そう女の子女の子あ男の子やと思った女の子やで世間に対して怒ってることあったら教えてください世間に怒ってること私がえ何だろうえ世間に怒ってることって何だ皆さんは何ですか世間に怒ってる物価高は難しい世間に怒ってることなんだろうこんばんは世間って何 世間って世間ってだって自分も世間ってこと自分も世間ですか今まだ大丈夫あとあと4分だ円安とか円高とかはよくわからないです私には別れって感じなんですけどなんかちょっとよく難しい世間に起こってることなんだろう税金高すぎるねん <laughs> 過度なプラスチック廃止あーストローとか目の前の人が急に止まってぶつかりそうになるあーそうか世の中に対して怒ってること急に冬にえないしんだろうんちょっと怒るっていうかちょっと嫌だなって思うのはあの電車並んどったのに抜かされること。<laughs> だってさもし自分がその順番で入ってたら絶対座れたのに割り込まれたことによって座れなくなってしまう時元気な時はいいんですけどちょっとだけなんか「あ今日疲れちゃったな」って時はちょっと向かってする時があるたまにねあるよねそういう時まあ基本立ってるの平気なんですけどね私電車とか。 よくあるふんフ、うん,ふん <laughs> 有料のゴミ袋あ有料のゴミ袋に払わねえの <laughs>、まあ、確かに捨てるのにお金払うのってちょっと嫌な時分かるちょっとうんうんうんあレジ袋の有料かあそっちねそっちか文句言えばいいじゃん 言えると思う私人に文句言えないよこんばんはあお腹減っお腹鳴なった粗大ゴミ券買いすぎた時それは自分が悪いしそれは私です粗大ゴミ券間違えて買いすぎたのは私です <laughs> 私が悪いです私が悪いですえ <laughs> それは私です。でもね、それ、使い切ったよって言いたかったけど、全然使い切ってなくて、まだあるんですよ。全然、そんなに粗大ゴミ出す機会なくて。何してたのその時はリラックマの布団です。え、それ、小学生の時から使ってたのを東京に持ってきてたんですよ。で、さすがにもう、 総柄なんですよもう「全部がリラックマリラックマリラックマ」って言ってリラックマしかもう,もうリラックマの総柄の布団 <laughs> それをもうボロボロだったねそれを捨てたくて粗大ごみ券を買ったんですけどなんか間違えちゃいました買うの。福祉会では50歳以上はシニアせきゃあそんな,なんか50歳ってシニア って感じしないないんか勝手にシニアなんだあっ5時ご分ありがとうランキングしようなんかまだ若いイメージ50歳ってまあひ人によるかその方によるけどかもしれないけどなんかイメージ調査では調査じゃないかイメージではさ50歳ってまだなんか若く感じちゃう何でだろうでも60歳とかも実際若くないですかなんかシニアってなんか70歳とかのイメージいや80歳かな 意外と60歳とかの方もめっちゃ若いですよ。なんか60歳に見えないですって時あるもん。みんなは、まあ人によると思うけど、若く感じちゃう。あ、違う違う。ランキングしたっけ今日はダメなんだったらもう12時過ぎたら切れちゃうんやった。急げー第13位は、アディダッチャンさんです。ありがとうございます。12位は、ピーチャンさんです。ありがとうございます。11位は、トラサポさんです。ありがとうございます。 10位はマッシュルームちさんです。ありがとうございます。9位はふみおさんです。ありがとうございます。8位はターボーさんです。ありがとうございます。7位はたつさんです。ありがとうございます。6位はみけねかあとまキゆたんぽさんです。ありがとうございます。5位はジェイさんです。ありがとうございます。4位はゆうまかおりの誕生日まであと7日さんです。ありがとうございます。 えっと3位ははなちゃんさんですありがとうございます2位はメロディーさんですありがとうございますそして第1位はコマネコマニアのじいさんですありがとうございます以上が今日の1位から10何人のなんか忘れゃっけど13位でしたか <laughs> 以上が今日の1位から13位の皆様のご紹介でしたありがとうございます次はギフトをくださった方の名前を読みたいと思います やばい急いでるから、語彙力がなくて申し訳ない。<laughs> 忘れんないよ。<laughs> えっと、大地さん、達さん、ジェイアットマーク、ノーボディーノーズさん、ぴーちゃんさん、柳たけしアットマーク、わりちゃんほんとかわいいなぁさん、メロディーさん、辛口アレクサさん、中川くんさん、水族館さん、青いカッコチーム美容師さん、ナーニャ神しドボンコン &26 日さん、ハギーアットマーク、映像のヒさん、トキオさん、みやび マサさん、ミヤビさん、どっちだ？ごめんね。パンチョさん、小倉さん、高さん、翼はなんちゃらさん、ユッチッチさん、奈さん、アツシとマーク、ズンカをした、ユーマ香りの誕生日まであと7日さん、フカさんです。ギフトありがとうございます。そして今日はですね、じゃーん。え、やばあと3分しかない。見てください。新ステッキです。でもね、ベースは変わってないんだよ。この裏の汚いのは健在です。違うんです。これなんかここに。 キラキラつけてたけどうげてたから自分でハサミで切って新しいシールをつけてミッフィーがおったからミッフィーもつけてリボンでやってちょっと可愛くします <laughs> 一瞬しか出ないこのステッキですがステッキステッキール,ル,ルンルンルンどうですかあ占い占い明日のラッキー占いは <laughs> この顔面白い <laughs>。 カメラ面白いな <laughs> 肩がちょっと上がってて面白い <laughs> え名前呼ばれなかった嘘由ユミさんあれやっぱり今日これ少ないですかなんかでもさなんか違うのなんかいつもよりす少ないのかなっか思いながらでも自分でさ「なんか今日ギフト少ないですね」とか言うのもなんか変じゃないですか自分で言うの分かんなくて黙ってたんですけどやっぱりこれ呼ばれてない人います なんで消えてるんだろう今日普通のさ時間なのに長時間はしてないのになんでだろうえめっちゃごめんちょっとえあと1い,い、消えるどうしようごめんなさいいい人ごめん呼べてない人ごめんなんか消えてたんよねなんかわからんけどあ明日のラッキー占いはなんだろう消えるです消えちゃダメですえどうしよう明日のラッキー占いはえっ、ー、とええー、メントス ントス食べてラッキーになってくださいそれから10回唱えてくださいえごめんあマイスキーさんごめんおやすみえごめん呼べてない方超ごめんシワイさんごめんあとはまたねおやすみあーバイバーイえもう終わるこれもう切れる ごめん。おバイバイ <laughs> あれまだ切ってない。59分今。切れるんあ、もうやばい。